ゲートイン完了スタートしましたポンと出たのは13番ナイトキャッスル先行争いは1戦うち2番シュタールビント4番トップナイフ真ん中じバりと7番グリューネグリーングリューネグリーンが先頭に立つかの勢いです8番スマラグドスも上がっていって13番ナイトキャッスル4番トップナイフ控えて並んで6番グランビノスバグンの中大外行き足ついて15番ビキニボーイがグーンと上がっていきました15頭1段で1コーナーを回ります 先手7番グリューネグリーンこれに並んでいった15番ビキニボーイ2頭並走でビキニボーイが前に出るかうち並んでグリューネグリーン2コーナーです後続3馬身離れました外8番スマラグドス内2番のシュタールビントで向場面に入りますまた2馬身半間が空いて5番手ポツンと13番ナイトキャッスル3馬身差で4番トップナイフ並んで6番のグランビノス先頭との差は78馬身ですその後ろのグループが1段1番アレクサ5番エゾダイモン 9番ベルテンベルク外は11番アイルシャインこのグループに内3番サイブレーカー取り付いていきました 1000m の通過1分0秒4と計測この中段やや後ろが一段となってきましたエゾダイモンアイルシャインの後ろが10番のコスモサガルマータ並んで3番のサイブレーカー後方12番ティムールと14番ロードプレイヤーです800を切りました34コーナー中間に差し掛かります先頭短期7番のグリューネグリーンですリード1馬身2番手15番ビキニボーイ8番スマラグドス内2番シュタールビント3 先600を切ってこれから4コーナー13番ナイトキャッスルが前から5投目その後4番トップナイフ15番ビキニボーイ交代していきます外から押し上げていく6番のグランビノスそして10番のコスモサガルマータ4コーナーカーブこれから直線コースへと向かってきます7番グリューネグリーン先頭リード1馬身内を開けています2番手2番シュタールビンと8番スマラグロス競り合ってその後4番手少し離れました6番グランビノス外へ持ち出して追い込んでくる内は4番のトップナイフです坂を上って残り1507番グリューネグリーン先頭を リードは2バシ内から4番トップナイフが2番手に上がって先頭を追っている7番のグリューネグリーン内4番トップナイフ並んでゴール3着は9番のベルテンベルクが最後に上がってきました